カーボベルデの大統領は西アフリカのカーボベルデ共和国の原始たる大統領である。大統領は国民の直接選挙により選出される。任期は5年で3選禁止。大統領選挙に立候補するには35歳以上のカーボベルデ国民であり、なおかつ3年以上継続してカーボベルデ国内に居住し、1000人から4000人の 選挙人を集めた上で最高司法裁判所に赴く必要がある。カーボベルでは反大統領制を取る共和国である。大統領は国家元首であると同時に首相率いる閣僚を評議会と行政権を分担して行使する。大統領は国民議会の指名に基づき首相を任命し、首相の提案に基づき閣僚を任命する。 軍の最高指揮権や国民議会の解散権、制約はあるが国家緊急権も持つ。首相の要請があれば閣僚を評議会を主催することもできる。大統領のもとには共和国評議会が置かれ、大統領の諮問機関として機能する。共和国評議会は国民議会議長、首相、最高司法裁判所長官、検事総長、地方問題評議会議長のほか、 大統領が任命する2名、国民議会が選出する2名の K 級名で構成される。ありがとうございます。